これ僕作ったゲームなんですけど、なんか今までアニメーションやったり絵描いたりしてきて、なんとなくその経験って結構ゲームに活かせるんじゃないかみたいなのと、もともと僕がすごいゲームをやって育ったんで、なんとなくそのゲームでなんか受けた影響とかをなんかこうゲームでなんかこう消化したくて、なんかそういう、まあ、いろんな理由でなんかこうゲームをまあ、作ってみようってところから、本当にもう一から何もわからないところからちょっとまず作ってみてのがこのゲームです。ゴッツハンドっていうタイトルのゲームですね。なんか実際にこれ僕が手書きで書いたアニメーションなんですけど、なんかそういう映像が挿入されて、なんかそれがそのままゲームになってなっていくような。でこれで遊べますね。なんか一言で言うと恐竜が出てきて、なんか恐竜が絶滅するのをなんかこう助けてあげるゲームみたいな、なんかこう隕石がぶつかりそうになるのを隕石をタップして壊して恐竜が死なないようにするみたいな、なんかまあ結構シュールなゲームなんですけど、まあこういうのも本当に僕ともう一人の二人で全部作ってるんですけど、まあ二人で作ると本当になんか他の人から何も言われないんで、なんか好きなようにこう自分の思い描いてたようにゲームが作れるんで、なんかまあゲームだけど本当にすごい個人的な作品っていうか、なんかまあミュージックビデオって本当に見るだけだけど、ゲームだとこうなんかそれをこう触れるし、なんかまあそこに音楽が流れてたら、まあ、ミュージックビデオ的でもあるけど触れる、なんかアニメーションっぽいけど、まあ、プレイできるとか、なんか自分の中ではこう一つ次のなんかステップっていうか、あこれで卵取るとクリアです。今卵をね20個取ったら恐竜がレスキューできたっていう感じで、これステージが終わります。なんかこんな感じでいろんな恐竜が出てきて、なんかそれをこう助けていくみたいな何ステージかあるんですけど。